シラス漁が終わって帰ってきたんで、今からちょっとシャワー浴びて長靴脱いで、着替えてね、海の方向かいたいと思います。はい、シャワー浴びてね、さっぱり、普通の私服に着替えてきました。まあ今からね、サーフボードとか、着替える浴びるお湯とか組んで準備して海の方向かっていきたいと思います。まだね、どこで入るかはまだ全然未定なんですけど、この大洗エリアは多分腹セット胸ぐらいまだ残ってんのかな。まあ昨日までは胸肩頭セットぐらいあったんですけど、今日はちょっとサイズダウンして、南はね頭ぐらいあるんですけど、風が若干温床が吹いてるため、多分ねサイズもありすぎるため、鉾田エリア避けて、大洗エリア、近場のポイントをねチェックしてやりたいと思います。さあ、それでは海に向かってレッツゴセット間隔が長い感じです。入ってくるとね、結構サイズがまあ胸ぐらいあって、ちょっと垂れ目の波があるんですけど、まあセットを狙ってちょっと乗っていきたいと思います。これもね、ちょっと近くだと分かんないんですけど、こうやって撮ってあげるとまあまあ乗れそうな感じです。じゃあ後ろから、これもセットですね。ちょっとつながってます、横一列。うん、でこの中にね、こういう切れた波が入ってくるので、こういう波をちょっとトライしていきたいと思います。
はい、本日もご覧ご視聴ありがとうございました。今日のセッション、まぁ、ちょっとね、ちょっと不発な感じで終わってしまいましたが、まぁ、久々に、ホームポイント、海の子で入って、水温とかもね、まだね、あったかい感じです。ただ、外気がちょっと寒いので、まぁ、長袖、長ズボンの方がいいと思います。フルスーツの方がいいですね。で、比較的ね、最近は、まぁ、ちょっとつながり気味の波が多いのが大貫の特徴であって、で結構ねサイズがある、季節なんで今の時期っていうのは結構ね人も少ないで平日ならまあ人が少ないところを好んでやる方はまあ大洗大貫エリアチェックしてみるのもいいかもしれません。土日になるとね結構ね、初心者から、上級者ロングボーダーまで、かなりね、人が多くなってきて、結構ね波情報でも混雑っていう、表示がされると思うので、まあ、できるだけね人が少ないところ人が少ない時間帯狙って、やっていただきたいと思います。じゃあ皆さんもしね海で僕を見かけた場合にはね気軽に声をかけていただけると、嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you! はい、最後までご覧ご視聴ありがとうございました。今日のセッションはね、ちょっとね、やっぱいい波少なかったですが、久しぶりに、はい、本日も最後までご覧ご視聴ありがとうございました。今日もね、サーフセッション。